携帯のヤフーニュース、ヤフーニュース、いろいろ出てきてる中で関連ニュースとかもあるんですけど、関連ニュース、ろくなニュースがないんですよね。アニメスペースアドベンチャーコブラ、公開40周年記念特別 4K 上映決定とかね。はいはい、ろくでもないというか、まあ暑いといえば暑いんだけどね、コブラね。天気の子とかどうでもいいよね。天気の子、水星の魔女もどうでもいいね。もうガンダムはね、最近見てないんですよ。水星の魔女ね、学園アニメやったっけ。いや、それも知らんぐらい。あ、このニュース面白いな。高市早苗大臣のトヨタ70年代、70スープラがレストア完了。あの人70スープラとか乗ってて、しかもレストアまでしてんねん。スープラか、面白いね。確かにね。いや、結構こういうヤフーニュースとかこうやって見ていくと面白いですよね。まあ面白いのもあるよ。実は絵がうまい芸能人ランキング、うん、3位さかなクン、2位中川翔子、1位はっていうか、あの3位は実はじゃない気がする。あの人仕事やもんね。そう、イラストレーター。そうやね、学者でイラストレーターでラッパ吹きやから。そう、さかなクンはその実はじゃないし、さかなクン舐めるなよ。だから実話でいくと1位は俺は香川照之さんをしたんやけど。ああ、うまいの？うまいよ。うまいや、やっぱり。あの、アブラゼミとクマゼミの違いをちゃんと書くわけだもん。香川先生。ただ、今そこに出ていいものかどうかっていうのあるよね、香川さんね。2位は中川翔子。中川翔子ね。これも実話じゃない気がするよね。そうやね。そうやね。あ、第1位は意外。あ、そうなんだ。うん、あの、嵐の大野くん。お、大野くん。釣りやキャンプ、料理など多趣味でも知られるジャニーズのアイドルが1位に選ばれた、今回のランキング。気になる4位から51位のランキングも、それはええわ。それはいいか。まあ、それいつも、あの、意外と、そうやね、個人の感想だけで書いてあるからさ。なんかデータがあるわけじゃなさそうな感じで、そのランキングいつも。あとこれすごいよ、今日のパンダ3048日目っていうのがあるんだけど、辺野古？辺野古？ほんまや、日数的にもそんな感じやな。今日のパンダ、うん、あ、大変やこれ。マイクロブタのカフェで癒された人続出、店内は行こうか行こうか、マイクロブタカフェがあるらしい。マイクロブタカフェ、多分ね。おお、マイクロ豚か。だからちっちゃい可愛い豚がいっぱいいるカフェが、豚にもすごい大きくなんで。いや、だから鳴らんやつ、鳴らんやつな、うん、自然の力を侮辱してさ、品種改良でさ、よくないと思うよ僕は。だって手乗りポニーとかおるぐらいだからいいじゃん、可愛い動物がいたもん、もう品種改良、可愛いって思われるのは動物の権利なんですよ、そのために品種改良するのは何らおかしなことじゃない、僕はアニマルライツの視点からそれを主張したい。あのね、ミックス犬とか最悪やからさ。雑種やろ。雑種、うん、もうね、ありえへんやつとかはねな、普通にやってたら。ああ、はいはいはい、ね、まあ、土佐犬とチワワみたいな。そう、あの入れへんやんっていう。土佐はみたいな。土佐は。トサとかトワワとか、そういうのが、そういうのがね、普通無理やん。そうだね、それをね、いや別に人間が手を返したらやれるわけやん。まあ、いや別にそれがその直接的な交尾じゃなくても、結局の話、精子をスポイトで取ってやれるからさ、っていうので、まあトサケンとチワワを掛け合わそうっていう、あの決定変動おらんかもしれないけどさ。いやいや、チワワの体格にトサケンのあの向こう家の気性を、ね、チワワの体格に。もう鬱陶しだけやん。トサケンの向こう家の強さをね、怖いな。もうだからやっぱりあっちこっち無理が漂うらしくてさ。そりゃそうだわね、もうかわいそうやで。ミックス犬はトワワな。でもそういう風に人間に愛されたり可愛がられたり夢を見させてくれて、こう夢ありがとう。もちろんひどい実験もあったりとか、ね、ひどいこともされるんだけど、
でもそうやって人間と密接につながっていくっていうのも動物に与えられた権利やと僕は思うんですよ、うん、そうなの？そうです。僕はもうアニマルライツ、アニマルライツ、アニマルライツをひどいよそれ、大事にしてるんで夢をありがとう言うたら何でも許されると思ってる NPO 団体みたいな。人の科学の発展のために犠牲になる権利は動物にもあると思うんです。殺して君が追われるぞ。殺して君が追われるで。実験動物とかね、うんうん、ひどいな、ひどいギニピッグだとかね、ひどいよ、あのダミーオスカーだとかね、うんうん、まあいろいろ、まあダミーオスカーは生き物じゃないけど、ね、生き物じゃないなあれは、うん、言われますけど、うん、まあ今のはちょっと本当、うん、あの半分こう陰湿な冗談で言ったけども、うんね、うん、どうしたって動物のね、あの、うん、犠牲からは逃れられない、うん、我々は、うん、必要ね、その成果物を享受している以上は、ね、うんうん、だからせめてこう納得して死んでくれたって思わないか、まあまあまあそらんね、うんうん、まあまあ確かにそれはちょっとあるわね。殺してくんな、そう、うん、殺してくんはあの2025年エキスポの目玉の一つ、うんうん、一つじゃないの目玉が山ほどあるんですが、うん、ね、あのその目玉の一つにあの人工培養肉があるんですよ2025年エキスポは。いや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 、あの殺して君はあの目玉が一つじゃないから。いやじゃなくて2025年エキスポの目玉の一つとして、うんうんね、あの人工培養肉、人工培養肉はね、うん、何の肉かは言いませんと、うんうん、刺してください。なぜ人型にする必要が、いびつな絵だね、うん、いやいや殺して君人型やからさ、あくまでも殺してくんって言い続けてるし。違う違う違う、脈々様ね、うんうん、脈々様って漢字じゃないし違う違う、漢字じゃないし、うん、ああそうか、こうか、あれね、漢字やったらね、まあ漢字でも大概あかんねんけど、カタカナで脈々って言うからみんな様をつけたくなるんです。そう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 、田舎の方に祀られてるわけのわからんちっちゃい、うん、あの土着神みたいな感じじゃん、うんうん、脈々さん、みしゃくじ様みたいな感じ、あの脈々様で思い出したけどね、うんうん、そこからみしゃくじ様にってね、うんうん、あのまたこう結局あの自分のライフワークである女神転生の話になるんだけど、うんうん、さっきのあのササイノとチワワの、うんうん、あのアイノコっていうあの、あのね、ミックスのね、ミックスのね、うん、話とかあったじゃない、うんうん、そもそもがね、うんうん、あのあれギリシャ神話かな、うんうん、あのミルメコレオっていう、うんうん、あの怪物がいるんですよ、うんうんうん、ミルメコレオ、そうミルメコレオっていう、うんうん、あのね上半身がライオンで、うんうん、下半身がアリっていう、はい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 、あのとんでもない怪物がいるんで、とんでもないな、もう上半身がライオンで、うん、下半身アリなんですよ、はいはいはい、でこのミルメコレオは生まれた時にライオンの上半身は肉を食べたいんだけど、うん、当然下半身のアリはそれを消化できないから、うん、栄養を取れずに死んでしまうっていう、うんうん、それはお前ちょっと待って、あの脈々様の二次創作の一つに騙されてないか、ミルメコレオ、いや違う違う違う、これは違う、これもともと本でな、ミルメコレオはちゃんと言います、あの結構いろいろ出たからな、すぐの時に脈々様 の、 あの二次創作のいっぱい出たいっぱい出たけどさ、ミルメコレオは違う、うん、ミルメコレオは歴史としたそのギリシャ神話の怪物、怪物だよね、怪物で、うん、でもなんとなく絵が似た感じだったわ、たまたまね、たまたまやね、うん、あくまでライオンやからね、ライオンを描こうとしたらこうなっちゃったの、うん、そうそうそうね、でそのちょっとね、うん、調べてみると、うん、あのミルメコレオ自体が、うん、ありえないという言葉の代名詞になってるようなもので、うんうんうん、本当にありえないレベルの、うんうんうん、怪物作るにしたって言うたらキメラなんですか、はい、で組み合わせですね、うんうん、ちょっとひどすぎひんか、確かに、うん、これがどうもね、500から生まれたらしい、500からない、500から500からないよなるほど、ありとはないね、そう、どうもそこが500かららしいという話をね、アントじゃないね、アントじゃない、キメラアントじゃないんですよ、うん、なるほどね、結果無茶なキメラアントやねんけど、だったと、何にしたってそれでライオンの頭作るって、うん、お前そうは
それは悪でじゃろ、アリンコって思うよ。思うよ。うん。でもその、さっきの土佐犬チワワと似たぐらい、もうそれを超える、うん、まあそれの元ネタかな。ね、うん。ドアワのね。ドアワの。元ネタって。うん。っていうのを急に思い出したという話ですね。なるほど、わかった。